江戸時代の剣豪宮本武蔵が主人公の武蔵は、今年4月に亡くなった作家の井上ひさしさん。物語は武蔵とそのライバル佐々木小次郎の世紀の対決、巌流島の決闘から始まります。お主の負けと決まった。なんだと、勝つつもりならなぜ鞘を捨てた。武蔵ニューヨーク公演初日前日の6日、 FCI モーニングアイのカメラが特別に許可をいただき、リハーサルが行われていた劇場に入ることができました。剣術を行使、それから総分手の、お願いします。まあ、本当に常にこう世界に目を向けて、第一線をこう走り続けている、まあ、リーダーという存在ですけれどもね。なんか私たちの印象だとすごく怖いっていうイメージがあるんですけれども、こうなんかやっぱり緊張しますね。そうですか。今度はコートにね、あの日本の時代劇でありながら、武蔵っていう時代劇でありながらダンスシーンがあったりして、ちょっとこういろんな企みが届きますか。